デンタルアロニエ。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、ザ・ロフトデンタルスタジオ、ホンダプラザデンタルクリニックの提供でお送りします。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、今日もリトル東京のホンダプラザデンタルクリニックにお邪魔しています。お話をお伺いするのはドクター伊藤こと伊藤光一先生です。伊藤先生、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日もですね、私の父が登場なんですが、はい、はいはいはい、お父様。そうです。最近よく、ね、はい、父と歯の話をすることが多くて、うん、昨日まさに父と話をしていまして、私が最近歯によく食べ物が詰まりやすいのでフロスが欠かせないという話をしたら、はい、フロスを父が使ったことがないというんですね、はいはい、で、あれは糸ようじかって言われたので、まあ、糸ようじもあるけれども糸だけのこのフロスっていうのがあってって見せたりしたんですけど、スカイプで、はいはい、日本にいる時に私もフロスは使ったことはあったんですけれども、今は本当に毎日毎食後ぐらいに使ってるんですが、そこまで神経質に使ってなかったんですよね、はい、フロスの使い方とか歯ブラシの仕方っていうのは通常歯医者さんに行くとアシスタントの人が教えてくれるんですよね。私は教わったことないです。教わったことないですか、はい、たまたまじゃないですか。たまたまですかね。おそらく行ってる歯医者さんによって違うと思うんですけども、はい、日本の歯科医院っていうのは衛生士さんが歯科助手もしてるわけですよ、はい、そうすると新刊なんかで行くと大概その歯ブラシの仕方っていうのは本来は教えてくれるはずなんですね。こうやって磨いてくださいねって、あるいはそのフロスってどうやって使うんですかって聞くと、おそらく喜んで教えてくれるとは思うんですね。でそういうのを一回も聞いたことがないっていうのは、たまたまなんかお父様と同じ歯医者さんですよね。いや違います。あ、違うんだ。違うんですけど、父も知らなかったみたいで、どうやって使うんだなんて昨日言ってましたからね。私の実家は歯医者なんですけども、はい、もうそれこそ40年ぐらい前からフロスっていうのはね。そうですか、はい、私が覚えてる限りでは。私、我が家はたまたまだったんでしょうか。でも、はい、日本でもフロスっていうのはありますし、はい、フロスの大切さっていうのはおそらく教えてくれるはずなので、はい、でフロスを使うときに音声だけで聞くと難しいかもしれないですけども、はい、できるだけ分かりやすく説明します、はい、フロスはだいたいこれくらい30センチぐらいですね、はい、30センチぐらい取っていただいて、はい、で中指に巻きつける。中指、はいはい、両方とも右も左も中指に巻きつけて、そして、右のこの人差し指と親指をこうつまむような形でフロスを持っていただく、はい、でこの間が多分、まあ、人によって違うと思いますけど 4,5 センチぐらい、はい、でそれを歯と歯の間に入れて、はい、入れた時にストレートでアップエンドダウンしちゃうと綺麗にできる表面っていうのは直線上、ライン上でしか綺麗にできないので、詰まってるものを取る程度のものしかことしかできなくなります。フロスをするときは歯と歯の間に入れたらフロスが入ってる前の歯と後ろの歯を別々にクリーンアップしてください。どういうことかっていうと、入れたフロスを巻きつけるんです、はい、後ろの歯に。だからプレッシャーをつけて押さえて、そして巻きついた状態で上下にこすって、そのフロスの糸で歯の根の周りについている、あるいは歯のこの深いところについている歯垢を削り取るような感じでアップエンドダウンして取っていただくんです。で後ろの歯が終わると今度は前の方の歯に巻きつけるようにして、はい、そして歯茎の深いところまで入れていただいて、はい、そしてそこをアップエンドダウンしてもらって歯の根の表面についている歯垢を削り取るような感じで綺麗にしてもらう。そうすると歯の表面が綺麗になるし、詰まってるものも取れる。私間違ってました。これがフロスの正しいフロスの使い方です。初めて聞きました、正しい使い方。私本当に今最初におっしゃったストレートに、はい、間の詰まってるものしか取れないっていうやり方でやってました。だってストレートでするとね、はい、歯の表面っていうのは丸いわけですから、はい、丸いところをストレート通すとその丸いところの頂点のところが直線上でしか綺麗になってないんですよ。なってないです。だから巻きつけて、歯垢っていうのはこびりついてます、ちょっとこう白いフィルム状になってね。でそれをスクレープするような感じでアップエンドダウンして綺麗にしてもらうとフロスの本来の使い方ができるんです。すごい聞いてよかったです。今日私完全に完全にその使い方を知りませんでした。今ものすごく無駄な動きをしていました。私毎回ラジオの聞いて
る方で分からないっていう人はいつでもあの私のオフィスに立ち寄ってください。先生のところに今私先生にこう、ね、目の前でこうやってってこう手で説明してもらいながら見てましたからすごく分かりやすかったんですが、はい、でも聞いてくださってる方は多分分かると思うんですけどね、まあ、そう私願いたいです。完全に今まで人生ずっと間違った使い方をしてました、うん、で陽子さんだけじゃないんです。間違った使い方をされてる方が多いです、はい、だからやっぱりせっかくやるんであれば同じ時間かけてね全然効率よくできますので本当ですね、はい、うわ今日聞いてよかったお父さんありがとういや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 私自分でしかもうまく使えてると思ってましたから普通にこれで、はいはいはい、大切なのは歯茎ってこういう三角形になってるじゃないですかあの歯と歯の間のね、はい、で下の方まで降りてますよねあれ上の方まで突っ込むんですよだから歯茎の一番上じゃなくて歯茎の中の方奥の方大体3ミリぐらい奥まで入りますでそこまで糸を入れていただいてそこに入っているものをスクレープして落としてもらう書き出す感じで、でもこれってやっぱり歯周病の予防とかにフロスってすごくいいって歯周病の予防もそうですし、はい、虫歯の予防にもものすごくいいんですでフロスは今あのヨークさんの手つきが気になったんですけど、はいこうなんか靴磨きをするみたいにやってますけど、はい、これではないそれじゃないんですそれをやっちゃうと歯の表面をこうポリッシュするだけのことになったのでもうことごとく間違ってるじゃないですか私の使い方やっぱり上下にこうですから、はい、引っ張る靴磨きをするんじゃなし前後じゃなくて上下に、はい、上下です必ず上下に引っ掛けてこうガリッと落とすそうです、はい、細かいところ見てらっしゃいましたね先生今私の動きすみません、はいまさに間違ってますよね前後に動かしますよ ね、 だって最初からのフロスの話をされてるところこうやって引っ張ってたからちょっとそれが気になりながらあこいつ間違ってるなと見てたんですけど、はい、間違ってました本当に聞いてよかったです今日から無駄な動きなく綺麗にできそうです、はい、頑張ってください、はい、先生今日本当にいつもなんですけどいつもよりさらにものすごく聞いてよかったです今日の話ためになってよかったですありがとうございます、はい、じゃあもし今聞いていて耳で説明だとちょっとわからないなっていう方はいつでもホンダプラザデンタルクリニックに先生がこう見本見せてくれますのであまた間違ってますね手の動きあるいは陽子さんのところに行ってあ私がじゃあ TDS でお教えします先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますドクター伊藤のデンタルアベニューホンダプラザデンタルクリニックザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りしました。